東京大阪2拠点で活動しております今ひとたびと申します。私たちごとではあるのですが、チーム結成から初のファイナル出場という、大変光栄な、機会をいただけて、それがこの黒潮よさこいという素晴らしい、お祭りで達成することができてとても嬉しく思っています。ただ僕たちはもっと先を目指していきたい。そのための最高の演舞、これからさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは今へ続け、てめかじゅう。